大谷翔平106打点到達で改めて松井秀喜さんの凄さを知る。ドジャースの大谷翔平はブレーブス戦で2本のタイムリーツーベースを含む2安打2打点の活躍を見せた。大谷は2打席連続得点圏で打席を迎え、好機を生かしたチームも9回に一挙7得点で逆転勝利した。ドジャースは88勝61敗で M2 のパドレスとは3点5差のまま地区優勝へまた一歩前進した。大谷は打点ではリーグトップのウィリー、アダメズ選手、ブリュワーズの109打点に3点差の106打点で追走している。タイトル争いとともに注目されるのがゴジラ超え。2005年にヤンキース時代の松井秀喜さんが記録した日本人最多116打点。残り13試合であと10打点か。ホームランがいいところで出ればギリだな。ゴジラの壁は高かった。まあ打順の違いはあるけど、大谷が DH 宣伝してようやく届くかどうかの数字だったんだな。しかもあの時代に。1松井秀喜116打点2005、2松井秀喜108打点2004、3位大谷翔平106打点2024、3位松井秀喜106打点2003、5位松井秀喜103打点2007。トップ10に2人しかいないんだよな。これ11位はジョージ・マッケンジーやで。こうやって見るとやっぱりゴジラすっぽい。叩かれたりもしていたけど、 MLB ではホームランじゃなくて打点稼ぐことに注力していたんだなと改めて。なんか大谷ポストシーズンに向けてチャンスに強い能力が出てきたんじゃね。2アウトでツーベース打っても1塁ランナー帰ってこれんか。なんか2打点走してるような。少なくとも2打点目の時はいけた気がするな。ツーベース2本で OPS 986、 もう 1.000 は無理やな。もうこの打線は火がついたらどうしようもねえわ。結果的に大谷敬遠からの別のタイムリーで火がついた感じやが、あの状況なら絶対大谷敬遠で別勝負が正しいもんだ。強いて言うなら大谷別連続敬遠が一番正解。2アウトかつフリーマンめっちゃ調子落としてるからな。そのフリーマンもタイムリー打っているから結果的に正解はなかったよ。今日は何やっても負ける試合だったということ。管理人のつぶやき、松井秀喜さんの年間100打点以上を4回って地味にいやど派手にすごいですよね。今年の打者に専念している大谷さんや、そもそもシーズン通して出場する選手が少ないのを見ていてまざまざと思い知らされました。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。